いよいよ試合が始まりましたね。まあ、1回目、冷気との調和、もうおなじみのアクションですね。さあ、ただ森を持ってきたってことは手札にもうハイドラがあるのかなぐらいは、もうこの時点で、まあ、緑と揃えたい理由ってもうそれしかないですからね。まあ、三安さんもやっぱりいい動きだし、お互いまあ挨拶って感じですね。三安選手としてはこのボーマットが貯金を貯めてくれて、最終的にダブルマリガンを埋めるようなアドバンテージが獲得できれば理想的ですが、さあそこまで生き延びることができるか。まあ、中道さん的にももう見えているあれではあるので、そうですね。さあそして今九段のつむじ風を引きましたね。現在第10期スタンダード神挑戦者決定戦準々決勝の第1ゲームをお送りしています。まあ、これは順調にいけてますね。そうですね。今のところかなり見変わりゼブですかね。さあそしてここである程度除去があるかどうかを見ることができるので、さあここにはしっかりこれで本質の桜の産卵。本質の産卵って結構ティムールに入っているものなんでしょうかね。まあ、2枚ちょっと前までは結構入ってたりしたんですけど、最近だと珍しい部類ですかね。中道さんのデッキは今回61枚っていうことなんですよね。そうですね、これはびっくりですね。特に中道さんが61枚にこだわってるとかも聞いたことないので、純粋に追求した上で61枚落ち着いたっぽいですが、ただちょっとはティムールってマナフラットしやすいんですよね。ランドを持ってくるカードが4枚入ってて、マナクリーちゃんも4枚入ってるので、安定性を増すために僕はランド22枚のリストが多いんですけど23枚押してて、なるほどで23枚にした上でスペルも1枚増やして61ってのはまあ分からなくはないかなと気持ちは。さあここで孫駒同士を出して、手札の稲妻の一撃をつむじ風に打とうかどうか。まあ一応今だったら被害が一番小さく抑えられる。そうですね、トークンが1体で抑えられるので、この間に除去してしまおうか、まあ、ただどのみちスタックでトークンが1体出されてしまうので、このターンボーマットが殴れないということで、まあ、今は除去せずに放置。さあただ三安選手残りの1枚が、ハザレットなので手札がこれでもう次のターン土地を引くことができれば、そうですね、一気にこれで道路の召使いにスタックで稲妻の一撃ですね。そうですね、トークンが2体生み出せるようになるタイミングにスタックで、まあ1体はもうやむなしという形で。そうですね。さあここで着地して、さあ次のターン三安選手にとっては分岐点ですね。ここで土地が引くことができれば、残念、やっぱり4ターン目にハゾレットが殴ってくるときの凄まじいですよね。そうですね、まあ、あの圧力はなかなかもう対処できるカードが限られすぎてるので、ちょっともう思わず感情がなくなってしまうああっつって4マラタップで結構ドキッそうトップデッキしたら対戦相手圧力で吹き飛んだように見えて原根君がブログに書いてたぐらいの圧力があるので、完全に、さあ、まあこのターンはまあ仕方ないですね。力をためて、おっと、まあ、しかし依然として土地さえ引けばっていう形では、いや、さあしかし中道選手手札が強いですね。手札が強いですね、これ。スカラベの神が見えたので、あれでしたね。いや、これで。神がこれはさあハズレットの神はまあスタンダードで最強の神とよく言われるんですけど、このスカラベの神ももう全然負けてはいないですからね。ハズレットの唯一の弱点らしい弱点というと、手札が少ない状態でしか機能しないんで、1回盤面と、ライフがあんまり変わらない状態で盤面で押されると逆転が難しいんですよ。なるほど、まあ、手札が1枚しかないので、さあここで投了。こちら第10期スタンダード神挑戦者決定戦準々決勝の第1ゲームは中道さんが勝利という形で終わりました。さあ三安選手の先手です。お、いいですね、良さそうですね。さあちょっと土地は4枚多いんですけど、バランスはいいですね。過酷な指導者、アブレイド、ハゾレと土地4枚。これはもうとりあえず一安心ですかね。そうですね、こいつは本当に強いですからね。さあ今中道選手がマナクリーチを出さずに、まあ、ここでチクレイナツマをこの序盤のターンをクリーチャーの展開に当てるか除去に当てるかっていうのも結構難しいポイントで、ただ中道選手が今、作角を引いてますね。ただ基本的に、まあ、もう2ターン目あんまり悩まずにクリーチャーを出してないってことは除去がもう1枚2枚はもうあるんだろうなという。さあ来ましたおハゾレと、これちょっと結構安心ですね。あとは手札を使うだけ。かなりプレッシャーもかかる。さあもう今の段階で手札に稲妻の一撃と土地があるので、次のターンにはアタックに行けることは確定しています。さあただやっぱりブラスカだったりスカラベだったり、もう重いカードはゲームを決めるだけのインパクトがあって、しっかりハズレと止めることができるので、さあこの間にどれだけダメージを積み重ねられるか。まあここで、ハズレと能力を起動して2点、合計で7点、合計7点ですね。一応このままずっと殴り続けられると3点クロックっていう形になるんです。あ、3ターンクロック、まあ能力起動もあるんでもう2ターンですかね。で土地のセットもあって、さあこうなると本当にもう限られてるので、中道さんの手札は今除去がいっぱいと、本質の産卵があるんですけど、それでは神は止められないので、さあつむじ風なりなんなり欲しいところですが、一応ブロッカーを用意して、おお引いた。おしかしもハゾレトが一瞬で9点ライフを割っていきましたが、さあこのつむじ数は相当大きいですね。もうなかったらもうならず者のチャンプしてまたトップデッキ待ちみたいな感じだったんですけど、すごい時間を稼いでくれるので、すでに結構ダメージを与えているというのもあって、やっぱり火力だったり、まあ、ハゾレト自身の能力と、そうですね、あとは土地、あ、まあ、ラムラップの遺跡を4点まで落ちてる。掛け上もう中道さんはもう次がラストターン、次がラストターンですね。ここは結構じっくり考えないといけないそうですね、まあやっぱりそのサイド後、まあ、ここから負け目を考える感じですよね。もう本当にあと1ターンなんで、うん、どうやったら負けないか。で引いたのは関係ないからですねさあこれぞラブナプレット、強い。123とずっと動いていって、まあ、やはり神がね、ハゾレトもすごいカードですね、やっぱり。本当に強いですからね。チクレイ稲妻と作伯はもう本当に結構例を見ないぐらい強いですよね。さあ三安選手はちょっと赤マナがなかったのでマリガンしそうですねさあ田中選手もちょっと悩んでるのかな。一応キバナガジュは見えるので、3枚目の土地がないんですかね、これは。緑マナもありそうでしたからね。緑マナを含む2マナとキバナが10あってちょっと悩んでたんで、他がどのようなラインナップか。さあ6枚。さあもうかなり強いんですけど、土地が1枚。呪文は相当に強かったですね。過酷な指導者、フェロキドン、ソンコン魔導士、ハゾレと、そうですね、土地で一応キープをして戦術でトップ。もうこれは 100% 土地ですね。100% 土地ですね。やっぱり呪文が多い手札はやっぱり強そうに見えるっていうのが、うん、そうですね。あとやっぱりちょっとダブルマリガンするかどうかっていうのは、もうこれぐらい手札の呪文の質がいいと、このまま土地さえ引けばっていう方がっていうのはありますよね。で中道さんは霊気との調和から森を持ってきたっていうことで、ミドミドを揃えたい。これはけど難しいですね。ハイドラがあるとはいえ基本的にはミドミドってそれ以外だと全然役に立たないんで、ちらかというと青赤と血はあったように見えたんで、これでまあこれで手札にもう1枚青赤と血と森がある。もう今のところ黒マナ以外はかなり問題なく、そうですね。さあ中道さんはならず者ですかね。ならず者の生成はもうこれ結構すごいカードですね。いやこれはすごいですね。場に出た時こんだけ得をするクリーチャーってなかなか類を見ない。3マナ3にワンドローだけでもいいですかね。エネルギーがついてきた。さあしかしここで森を持ってきた理由がこれで逆毛ハイドラが、こうなるとやはり三安さんはちょっと厳しくなってくるんでしょうか。そうですね、まあ、ここで過酷な指導者なりフェロキドなりでちょっとここまで中道さんが助教を使うような展開じゃなかったので、まあここからちょっと三安さんがどんどん押し返されていってしまうのかなという、まあ、でもこういうクリーチャーにしっかり助教を合わせられちゃうんですよね。今まで打ってないってことは1枚は絶対あるんで、中道さんとしてはかなりいい状態ですね。ヘイトベアに助教をしっかり当てられるような展開の方がいいので。お、チャンドラの敗北ですね。これでもうがっちり地上を止めてちょっとゆっくりしたゲームプランが取れるようになるっていう形なんですかね。そうですね、また中西さん手腕エスカラベがあるんですけど黒マナがなくて、どういつ殴り始めるかっていう、ここでいきましたね。ということは赤単って聞くと長期戦に弱いと思うかもしれないんですけど、最近の赤単とかビートダウンって長期戦になっても全然強いんで、もうできるだけやっぱり攻められるときはしっかり攻めて時間制限を作っていかないといけないので、まあなので中道さんはもうそれを分かっててすぐに攻撃し始めましたね。ここで過酷な指導者がさあ、まあ一応ハイドラを対応してあげるかどうか。まあ今三安さんのライフが15なのでこのままでも良さそうですけどね。5の倍数で3回で、まあ、クロックの回数が減らないっていうのはそうですね。着地しました。着地しましたね。さあ中道さんの手札に神があったのは見えましたが、もう一枚は黒マナがマナクリーチャーから道路の召使いから、もう一枚がならず者の生成屋ですかね。多色のカードに見えましたね。そうですね、多分生成屋だったと思います。まあ、やはりスカラベの神が強いのは単体のパンチ力も半端じゃないっていういやもうとにかくでかい。ちょうど今このターン、5点とついて2匹とも7点、うん、じゃあならずの生成屋を出して追加のクロックとするのか。三安さん難しいですかね。そうですね、まあこうして1対1でにいったちょっともう中道さんここで助教を使うぐらい余裕があるとどのみち厳しいので、まあちょっともう助教はないだろうと割り切ってで孫コンマ同士を打ち取って、さあ黒マナそのまま使ってスカラベの神が出ましたね。これで次のターン10点なので片方は止めないといけない。さあそしておハゾレト、このハゾレトは一応破壊不能を持ってるからブロッカーにもなるっていうカードでありますけど、そうですね、ここ攻めるか守るかちょっと難しいですね。一応ここはもうコンバットに行きましたね。まあこのまま守ったとするとアップキープに何かクリーチャーを釣られてどうやっても劣勢になってしまうので、中道さんはスルーしたみたいですね。これライフが9。ハレリアのドミンゲスの記事で赤玉お肉取り上げてくれてるんですけど、まあはい、ドミンゲスのその記事にもあったんですけど、外れともやっぱり守るとしても1回はどついておいた方がいいみたい な相手のライフの総量が多いと外れとの能力だけでその十数点を削り切るのは相当時間かかっちゃうんで、確かに確かに、まあこれが9とかもっと少ないと全然話が変わってくるので、確かにもうこうなるとなんとか耐えればなんとかなるっていうようにも見えるまあただねやっぱりちょっとこの状態だとスカラベが強いので、スカラベの髪が新肉あさりの血があるとはいえど、まあ、なので三谷選手はこのターン止め方ちょっと難しいですけど、過酷な指導者も少しはできれば残したい。そうですね、これは、まあ、当然の2体アタック。さあライフが10なので片方は止めなければいけません。ですからベの神でこれ三安さんのライフが5ですね。さあただ結構緊迫してますからね。これはすごいいい勝負ですね。やっぱりハゾレトが出ると一気にゲームが劇的に変わりますね。そうですね、まあ、お互い今かなり大きいクリーチャーで殴り合ってますが、この他の次のアクションも難しいですね。中道さんハゾレトの神をスカラベの神を起動しちゃうと過酷な指導者で 2点が入ったりもするので手札から普通にクリーチャーを呼ぶっていう選択肢もある。ここはスカラベの神の能力も起動できるようにマナを立てるっていう。いやどうですかねこれ。けどスカラベしかないとしたら負けますけどね。今ちょうどショックもあるので見た目的にはもう、いやしかもこのショックスーパードローかもしれないですね。これショック本体に打って2匹で殴るとハズレとしかスカラベの神しか行動ができないと死にますね。死にかさりの血があるんで過酷な指導者から2点食らって、そのスカラベの神の解決前に墓地がなくなってしまうので、もしそれしかないとしたらこれはもうさあ中道さん手札の1枚はならず者の生成屋でもう1枚スカラベの神に見えたんですけどね。これだともう手札にならず者の生成屋がいたら基本的にはプレイしそうに思いますけど、ちょっともしかすると死肉あさりの血が見えてなかったか、ショックを計算に入れなかったらこのターンほとんど死なないんで、ショックを選択肢から外したか持ってたらしょうがないみたいな形なんですかね。もうショックだと多分手札がその通りだと総されしかないんだとしたらもうそのまま勝っちゃいそうですね。本体ショックで7になって、ハズレトと指導者に殴ってさあこれでこれだとあけどそうか、これでも確かにそうですね。このまま7点通すと死んじゃうのでここ2体いったら勝ってそうでしたけどね。ただ今のところ三谷さん優勢ですね。これもう中道さんすることがなかったとしたら釣るしかないんで、釣らなかったとしてもただテイクして残り4でハザードの2回で死んじゃうんで、どっちにしろ今トップデッキが必要なのはこれで中道さんになりそうです。これは結構緊迫した戦いになってきましたね本当に。三谷さんけど今、まあ、コンバットの前に出すっていうのもちょっとあれでしたから、ね、手札の関係でハザードが殴れないんで1枚使わないといけない。ドルミちょっともう中道さんが除去を持ってるとこれだと死んじゃうんで、ブロックが1体どかされて返しのアタック受けきれないんで、もうどうせだったらこのターン除去がないプランにかけて2匹で殴っての方が良かったようにも見えますが、なるほど2匹で殴ってるとほぼ詰んでたと思います。でスカラベの神を起動してこれで過酷な指導者で2点、残りが7で、ここで死にかさりの血がスタックで起動されると思うんですが、解決された。これどうですかね。ここ止められると相当この5点は大きいですからね。これはこうなるとここに今見えてる2体はもうブロッカーに回さないといけない。チャチャンプですからね。チャチャンプしてこれだと中道さんもブロッカー出すだけで相当有利になるんで、すごい強気アップキープに。さあしかしボーマットを釣ろうとしたところに対応して、ボーマットはねやっぱ速攻持ちなんでこれはハズレットの神と合わせて5点分のクロックになるんで許せないですね。許しちゃうと負けちゃうんで、こで死にかさにの血の軌道を考えます。これでもまだいい勝負ですね。両方チャンプしても中道さんがならず者の生成屋しか出せないと三谷さん手札ショックなんで、三谷さんに次のターンが返ってくればもうこれ中道さんほぼ負けてそうだけどな。これでスタックで追放されて墓地がなくなりました。釣れませんでした。こうなると中道さんもトップで土地を引いたということは、さあこの後どうするかですね。1体を殴ると思うんですけど、2体いってしまうと三谷さんの勝ちですね。手札のショックでならず者の生成が退いて外れたが受けきれず、さあこれは1体でアタックですね。これはもう過酷な指導者がかなりダメージを稼いでくれましたね。そうですね。でもこのマッチアップではすごい強いヘイトベアと。おお、すごい取れた。これはすごい暗一門の壊し屋を引きましたね。ぴったりじゃないですか。手が震えてますねもうこれ。わからない。これで特例でアタックいくと当たりましたね。すごいギリギリ。これ第10期スタンダード神挑戦者決定戦準々決勝の模様をお伝えしています。三安勇輝選手が、勝利を収めて準決勝進出ということになりますね。かなり劇的でしたね。暗一門じゃなかったらちょっとスカラベもいるし相手の場面も強いし、5っていう数字が今すごい遠かったんで、ショックと外れとの軌道を合わせてもショックがほとんどなんです。4マナなかったんでほぼ外れた軌道と同等程度の活躍だったので、生き残ってしまうっていう